おはようございます。ウェザーニュースキャスターの小牧優衣です。3月15日月曜日の全国の天気をお伝えします。今日は広く日差しが届き、穏やかな週始めとなりそうです。西日本、東日本は朝から晴れて気温が上昇します。東京は19度、大阪は16度まで上がる見込みです。各地で桜の成長も進んでいきそうです。また東北地方や新潟県、北海道道東は午前を中心に雲が多く、ところどころにわか雨や雪の可能性がありますが、だんだんと日差しが届き、天気は回復へと向かう見込みです。北日本でも気温は高めで、仙台は15度、札幌でも11度まで上がる見込みです。積雪エリアでは融雪災害にご注意ください。また沖縄も日差しが届き、穏やかな空模様となりそうです。では今日の花粉情報も見ていきましょう。東京や大阪をはじめ関東以西では非常に多い予想のところが多くなっています。その他、広島、金沢、東北地方にかけても多い予想となっています。各地で対策は万全に行ってお過ごしください。以上、全国の天気をお伝えしました。